お疲れちゃんスロットです。今日ですね、こちらの枯渇デッキにやっていきたいと思います。ということで、これがね、今マルチ上位で使われてました。で、なんかね、マイティが一応爆破がね、空に攻撃できるから、空に対応できるからっていうので、まあ大砲型でね、使われてたのかなと思います。だから、まあ、マイティ持ってなくて、結局マイティをバリキリとかにするなら、大砲ではなくて、テスラとか、まあユーヘとかにした方が、まあ空にも対応できてね、安定するんじゃないかなと思います。ということで、まあ今日はね、マイティ大砲のちょっと高回転目のね、プリンセス型の枯渇でやっていきたいと思います。さあ、ということで、よろしくねー。だから僕、基本的に使わないんですよ。こういう施設プラスの枯渇。なんて言うんだろうな。バレバレじゃない枯渇って言うんですか。大砲入りの枯渇とか、まあ、テスラ枯渇とか、インフェ枯渇とかを、まあ、もともとは使わないんですけども、これマイティがちょっとね、おもろそうだったんで、今日やっていこうかなと。よいしょ。でさ、ゴブリンバレル。まあ、多分相手、ウッド持ちだと思うんで、ウッド持ちには、まあ、前か後ろか。前後にずらしながらね。さあ、爆破が速くなってる。爆破がすごい速い。なんか爆破がね、前まで3秒だったのが1秒になったっぽいくって、それがめっちゃ速くなってますね。さあ。で、スケキンと、いやーまあ、ここは LSP プリンぐらいでね、許容したいよね。痛い、マジはみ出すぎじゃねお主。おぬし、はみ出すぎやで、それ。やめてくれやで。どうするこれ。暇だな。いやー、でもいい。あー、めちゃくちゃ今。あ、でもこれさ、俺の爆破がうまかったらさ、プリンセス延命できたくね？はい、下手。さあ、マイティ初心者です、皆さん。許してください。で、今回の相手が、まあ、スケキンディガーなんで、迫撃がありそうですけどね。迫撃来たらもう、秒大砲ですよ。いやー、マジで暇だね。でも、ディガーもあったから、まあ、迫撃ディガーなのかな？で、ここディガーかファイボか、来いよ。来いよ。来ないらしいです。あー、もうこれ嫌ですね。相手もう陰キャに走ってきました。早いです。始まってまだ1分半なのに。1分半で陰キャか。渋いなー。これさ、ファイボとウッドで、俺の攻め通んないわけですよ。あ、待って、これ、なんで当たり前にそこにディガー出るわけないのにさ、そこに飛ばしちゃった。で、待って、マイティガチでさ、やる気あんのっていう。さあ、ちょっとだけね、渋いように見えるじゃないですか。いや、勝ってばいいんだね、クララは結局。クララって簡単なんです。結局勝てばいいんで、ロケ削りで勝ちます。だってこんなんゴブリンバレル通んねえやんっていう。まあ、2周目ぐらいならワンチャンさせるかな。延命できそうならして、ディガーも全部拾えばいい話。よいしょ。いや、めっちゃいいんじゃない？めっちゃいいんじゃない？プリンは残らない。さあ、ロケ削りしていきたいけど、まあ、冷静にね、していきます。するんかい言うて。さあ、スケキン。まあ、スケキン受けるように置いとくか。ぴょん。で、攻めちゃうもんね、俺ぐらいになると。さで、これは大砲がターゲット取ってる。いや、めっちゃいい。LSP でターゲット取りながらのコウモリもリセットしていく。あ、で、マイティね、これ爆破が、当たれ！熱い。待って、これ、いや、結構いい。さて、これは左サイドは共有できる。まあ、ダメージ入んなくてもいいですね。で、これもロケ削りでいけるんで、冷静にいきましょうか。はい、ビューン！いや、マジで、枯渇はね、ロケなんですよ。ただロケットで削ってるだけなんですよ、あれ。まだ上手い人たちはね、それが上手いっすよね。はい。おしゃれぶってんな。おい。お主、おしゃれぶってんな。いやー、後ろにしちゃった。まあいいや。待って、痛い、一発やめて。はしまいプリンで稼いじゃおう。バレるだ！お願い、バレるんかい！マジで。おー、助けてよー。今のバレるのはマジでね、雑魚っすね。今のバレちゃいけんやつっすね、完全に。まあでも相手もね、結構ゴリゴリに攻めてくれるからね。あ、これ分かりました。どっからどう見てもロケ削りです。ロケ削り以外勝てません。はい。それだけ先言っときます。で、あと、マイティのこれ爆破がね、結構ええ味出すんでね。爆破でも全部持ってってちょうだいの爆破。いやーなんかすごいことなってる。待って待って、やばいやばい。待って、気づかんところでやばい。気づかんところでやばい。気づかんところでやばい。何がどうなってるお前。拾いまーす。いや、めっちゃいい、それ。6、2周間に合うかな。やばい。勝った。だってめっちゃ下手やん。めっちゃ下手やん、マイティ。お前仕事した？ちょっと待って。いや、目が覚めた、これで。危ない危ない。ちょっとね、マイティ、本当に、弱い。なんかね、マルチ上位で、意外と使えてるんですよ。意外と。まあでも、ほんとちょっとなんだけどね。いや、ほんとちょっとだけ使われてるんですよ。このデッキ、このマイティ枯渇、マイティウォールブレイカー。で、ラバルの、なんかまあ陸のバルキリーとか、墓石じゃねえな。なんかのワックはババとかか、がマイティとか。まあ3種類ぐらいか。まあ、いるんすよ。どっから、ね、このマイティを使おうってなるのかわかんないんですけど、使ってる人たちもいるんですよ。そう、だから、可能性はあるカードっすよね。特別強いかって言われたらむずいですけど、まあ刺さるときは刺さるんでしょうっちゅう。で、その刺し方が、俺がめっちゃ下手なだけ。さあ、ゴールデンアット e スポーツっていう、めっちゃ、いや、これ結構渋いな。なんでタイミングかぶったん？まあ、ラバにはゴリゴリ言ってあげてね。いや、ゴリゴリくんな、君も。すごいこれね。で、ラバクロとかは、なんかね、さっき2回ぐらい当たって2回勝ったんですけど、なんかプリンセスと、まあ、マイティの爆破で、みたいなね。よいしょ。さあ、これはもう無理なんで。マイティの爆破でね。おしゃれにね。で、このプリン行かれると結構渋い。でも相手はマイティも対応しなきゃいけないんでね。垂れ流しマイティ。垂れ流しマイティ。いやー、潜るか。潜ってもホバでしばかれるんで、一旦のステイ。いや、流れ的にはね、結構悪くないんじゃない？さあ、ラバクロはね、もう 2-1 ですね。1本は多分守れないから、守んねえよなって。5-0。いやー、で、これさ、どうしよう。暇すぎるな。まあ、プリンセスがやっぱ相手絶対きついんで、あと回転もるのが早いから。プリンセスはいっぱい。で、あとは適当に攻める。で、ここのダメージもちょっと嫌。で、このマイティの受けがさ、相手地味きつじゃない？お主地味きつだよね。ああ、見せ場が。相手のホバがね、いい位置すぎてさ。でもこれ結構入るんじゃね？延命したいね。延命して、で、あとはまたプリンを出していくだけですよ。で、ここに対して、なんか来る。いやー、プリンを出したいけどなー。プリン出して、いや、めっちゃいい、このマイティ。結構熱い。いや、めっちゃいいロケやん、俺。待って待って、自分で。褒めて、ピンチになるパターン。からの、これよ。みんな、見るがいい。マイティ爆破タイム。ドッスン。いや、いい。あ、待って、俺、落としてね。20秒。どうしよう。スケブか？いや、いらんウッドだったな。ホバかコウモリかランバーか、一体何が来るんだお前。ランバーでした。あ、真ん中ホバ、これ警戒っすね。手堅いな相手。446勝ち。いや、ラバクロ多分ね、いや、わかんないけど、まだ一回も負けてないですね。まあ、キングなんかミスるとキングボコスカ行かれるぐらいかな。まあでもなんかマイティがええ感じのね、プレッシャーになってくれるんですよね。やっぱマイティ対応しないといけないから、そう。で、そこにコス使ってくれると、みたいなね。たまたまマイティでキング折るとかさ、2個目もなんかラッキーで折れるとかもあるから、ちゃっちゃ1本折っちゃうのは大事かもしんねえな。さあ、キング義堂はやでやんす。ユキだまーん。もうユキの時点で相性がええかな。ウッディ。さあ、まあマイティはマジで軽くあるからジャイ5例とか引いた時には結構いいよね。陸関係のタンク系ね。ああ、あれめんどくせえな。これマイティ潜る？一応潜っとくか。1コスでだって爆破与えられるもんね。おー、早めに対応しちゃおう。あー、相手の時間ちょっと早いやな。なんだこれ、ジャイスキャラか。ジャイスキャラに勝てば最高、確実枯渇でジャイスキャラに勝てば男っすね。コウモリ追加だけやめてと思いながら。いやー、潜るかこれ。痛いなー、痛い痛い痛いって。コウモリ来いよ早く。ガゴでした。ガゴかい。ガゴやないか。いやでもこれはもう全然勝てます。はい、勝たなきゃいけんです。あちゃくい、あちゃくい、マジで悪だなこれ。あちゃくいやばいっすね。とりあえずあちゃくいが一番しんどいっすね。うん、いやー、これどうするかな。次ジャイ来たら端前逮捕で止めてもいいけどな。ドリルがスケラの受けにね、そんな優秀じゃねえっていうのが結構致命傷。なんかこれはね、マイティ強いからね。まあ端前プリンをやるのかどうか。やんねえな。一回レースに行こう。さあ合わせて。いやー、みんなマイティの受けうまいね。さあやばい、プリン頑張れ。いやー、耐えるがだがしかしみたいな。あちゃくい野郎をどうしばくんだ。スケルトン部隊かねえのかい。いや今のマイティ絶対潜るべきだったな。いや流れはね、悪くない。さあ問題はこのプリン野郎。いやマジ流れは悪くないんだよね。潜って熱い熱い熱い、ガチ熱いガチ熱いガチ熱い。え、これロキウッド圏内じゃね。お願い落ちて、お願い、マジ祈ることしかできん。マイティー来た、やばい来た、これっすよね。来ました。相手がマイティーに慣れてなかったというか、サプライズびっくりどっくり穴振りのマイティーでしたね。熱いわこれ。まあマイティーの強みはこれっすよね。もうこれ以外のね、何もいらない。このびっくり1本。これが欲しいだけっすよね。いやもうこれが刺さると気持ちいい。まあでもこんなんで負けた時にはふざけんなマイティってなるんですけどね。いやー、ついね、これを結構狙っていくのがマイティ使い。なりましょう、皆さんもマイティ使いにね。さあ、よろしく、レモンちゃん。まあ枯渇はな、基本的に相手がウッド持ってて相性トントンみたいな。タルババだったらもう相性良くて、雪とかザップとかだったらもう勝ち確っていう感じだと思うので、まあ、ウッド引いても全然ロケ削りとかで勝ってるよねっていうのがまあいいところですよね。さあとりあえずキング起動は嫌ですよアピ。おー、なんか同じ。あー、だりやつ引いた。これジャイバルーンガゴガゴヤナーメの人じゃないですかお主。これガゴ群れやんお主。いや絶対ガゴ群れやんこんなん。ヤナーメ、はい来ましたね。ヤナーメフリーズのジャイバルーンガゴガゴちゃんで、ここにガゴ群れとかが来そう。いやでもこれマイティめっちゃ輝くっすよこれ。ちょマジで見といてほしいわこれ。ガゴ群れ来るんすよマイティで。まあガゴでも何でもいいんだけど、だからマイティいるから相手も出せねえんだ、そういうのが。ガゴムレ系が。いやマジでマイティバカーチーこれ。でウッドでいけばガゴ出すでしょ。あー、スケか。まあまあまあ、ガゴガゴですね。ガゴガゴ。ガゴガゴ同士ばっかっすね、ぶっちゃけ。まあ、プリンエレスピと片方はマイティの爆破ができれば理想。読み穴とか怖い。よし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 。ええんちゃう？流れはええっすけどね。ガゴムレはマイティ爆破。バルーンはロケ。で、徹底。で、フリーズがあるぐらい。で、まあ、これは、打たせようってやつっすよね。さあ、やらめ使ってくれる。次でもスケベのサイクルか。どうしようかな。まあ、手前にやっとけば。いや、めっちゃいいっすけど、それ。もうプロやん。いや、振りつかんかい。よしよしよし。いや、悪くはない。あー、これサイド逆になったの結構渋いな。まあ、プリンセスはできるだけ回していきたいね。あー、警戒してんな、しっかり。いや、これでも熱いよな。言うて言うてなのか。まあ、プリン盤面にいっぱい食べながらやっていくと、気づけばね、相手事故りそうだけどな。ね。さあ、マジで暇だな。暇ではあるが、無理をしないのも大事。相手小物系しかいねえからな。いや、プリンセスあいつ優秀かあ、相手諦めた。諦めてはないが、スモグにマイティがいる。こうもう一体プリンでさ、延命してあげたい。よいしょー、熱すぎるー。じゃあ、巻いてほしい。ガゴムレ読み巻いてバカ。撤退。うい。いや、巻いておもろいやん。いや、マジで、ちょっと強いよな。ちょっとだけな。なんか、ね、アーチャクイとかには及ばないんだよ。ゴルナイにもスキキンにも及ばないんだよ。及ばないんだけど、ちょっといいやん。ちょっとだけな。いやー、気持ちいいね。刺さると気持ちいい。まあ、あとはこの枯渇も結構回転早めだから、まあ普通の枯渇一緒か。やっぱバニープリンセスを貯めるっていう意識でやっていくと、今みたいなね、まあラッキープリンセス事故とか起きたり、まあ2周目のプリンとかでね、ガコムレとかもやっぱ対応できるから、まあプリンセス盤面に貯めるっていうのを枯渇はね、意識するのが結構いいかもな。まあ、端前プリンでダメージ稼ぐのもね、大事ですね。相手がウッド持ちとかで、こっちの攻めが通らないって時は、端前プリンですね。まあ、バレルで投げるだけでええやんっていう相手には、ケツプリンですね。まあ、そこの見極めかな。まあ、やれば、なれると思います。さあ、ここ勝てばね、マイティー効果で12勝です。ルイス。ラバル使いのルイス。そんなイメージがあるが、さあ LSP、いや、まあさすがにこれは近畿道ですけど、もうこれクロスでしょうね。ね、初手端前やってくんのはもうクロスぐらいしかいないっすね。いや、しかもアーチャー型っていう、これまたなんか特殊っすよね。まあ特殊でもないか、アーチャー強化されたしね。最近だとやっぱ縦線とかが、縦線？何の話してんだ？アーチャー食いとかか。のが多かったイメージあるからな。いやー、まあ、しっぷりで削るか？さあ、ないと。端っぷり右の方が良かったかも。大砲あるし。これ、もったいねえよな。いや、で、クロスは、これ多分ね、相性いいんじゃねえのかな。どうなんだろう。なんかもう本当に世界で1番、2番うまいクロスじゃない限りね、なんか、枯渇の方が相性良かった気がするんだよな。なんか見た目ね、枯渇の方が相性悪い感あるんですけど、まあロケあれば、クロスロケで抑えて、ロケじゃないターンは別に、マイティ縦線とか、まあバルキリーだったらマイティ大砲の方がいいか。でもナイトだったんで縦線防衛も強いです。てかなんならもうダメージがすげえ勝ってんな。なんでなんか知らんけどダメージ結構入ってますね。あん、起きたそうな顔してたのに君、外しましたね。まあいいや。これで相手右サイド置けないんでね。なんか大砲置きどくみたいな。先置き。さあ、マイティ頑張ってくれ。まあ、バレルも飛ばしどく。飛ばしどくでもないけど。さあ、間のウッドがヘナチョコリン。チンポコですね。さあ、まあこれはロケ打ってほしいのかわかんないが、さあウッド使ったのでゴブリンバレルもね飛ばしていこう。防衛5か。おい、痛いねこれ。もう置いちゃ痛いね、ぶっちゃけ置いていい気がする。あ、やべえ、こんにちはになる。これお見合いになるなこれ。ああ、まあそういうこともある。で、はしまいプリン。うん。警戒してんね。いい警戒だ。おかんけど。さあ、これはどうしばいてくる？ウッドで削る。低めで受ける。まあ、もう一回ロケでいいか。いやー、美味しいけど、熱いな、それ。マジで熱いな。マイティ地味にうざい人だって。おい、マイティで世界。あー、マイティじゃ世界つかめねえよな、さすがに。いやー、ちょっと遅かったな。読みが浅い男。よいしょ。頑張れ、マイティ。いやー、耐えてはいる。もうなんだこれ、これで逃げ切ろうかな。逃げ切り戦法結構あると思うんですけどね。さあ、ファイブ削り。まあさすがにロキ削りはね、怖くねっちゅう。いや、めっちゃ入ってんじゃん。なんで？さあ、でも次ロキ打てばいい話だからな。おとなしい。で、バレル、ぴょーん。ウッドも使って、いやー、めっちゃいいウッドよね。このウッドですよ。で、クロス置きたいだろう。ロケで、フィニッシューっていう、まあ、マイティ、まあ、ぶっちゃけバルキリーでもええんじゃね感はね、まあ、こういう試合だとすごいありますけども、まあ、さっきのね、ジャイスキャラとか、ああいうのマイティのおかげで勝ててるようなもんなんで、まあ、マイティをね、皆さんで褒めたたえてね、皆さんもちょっと使ってあげてください、マイティ。よいしょ。まあ、12ナイスーということで、マイティ5月か。こちらね、今日使ったんですけど、皆さんもね、ぜひやってみてください。大砲っていうのもね、またエアジャスですね。そう、マイティも一応爆破でね、空に攻撃できるんで、はい、これで戦えます。ということで、よければね、チャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。